小売店でお米の品薄が続く中、一体お米はどこにあるのでしょうか。取材しました。今朝、茨城県のスーパーが仕入れたのは、トラックの荷台にはお米が積まれています。茨城産秋田小町の新米です。新しいお米でお客さんみんな喜んでもらえます。1袋5キロ入った米が250袋棚いっぱいに並びました。4日くらい前に買ったばっかりなんですよ。なくなるっていうから。あ、そうなんですね。そしたら心配あるんだ。やっぱほっとしますよね。うん、何が何でも今日は買っていかなきゃ。各地で米の品薄が取り沙汰される中、どうやって仕入れたのでしょうか。常にこの品薄状態が続く中で、まあ、毎日、まあ、バイヤーたちが農家さんまた問屋さんに連絡して、まあ、商品を何とか早く供給していただけないかということで、まあ、連絡をし続けた結果だと思います。スーパー側の努力で新米を集めることができたといいます。ただ米の品薄もあって値段は例年の 1.5 倍するそうです。ほっかほかのご飯に明太子を乗せたランチが人気の都内の飲食店。店のもう一つの名物が、おかわりお願いします。こちらのお店では一人一杯までご飯が無料でおかわりできるんです。多くの客がおかわりするそうですが、気がかりなのは米の在庫です。ストックの状態はここが全部たくさんいっぱいになってたんですけど、今ちょっといけてない状態で。今あるお米の量だとどれぐらい持つんですか。そうですね、2週間ちょっとぐらいだと思います。もうこれだけでは安心できる量ではないので。普段と米の品種を変えるなどしてなんとか対応しているといいます。農水省が発表している米の在庫量を見ると、去年の197万トンから今年は156万トンに減っています。店はおかわりのサービスを続けたい方針ですが、不安は募ります。このまま続くとなるとやはり不安は大きいですし、新米が出るっていう情報もあるので、それが本当にいつ頃になるのかなっていうのがはっきり分かった方がもっと不安は解消されると思ってます。この米不足に対して町の皆さんどんな対策をしているんでしょうか。7軒ぐらい回ってないんで、人に頼んだとか言ってましたね。米がないと困っちゃうんでね。ご飯と味噌汁がないとなんとなく落ち着かないっていう感じですね。値段も気になります。だいたい2000ちょっとで買えたんですよ、米が。なぜ今ね、パリスともう3000近い。私はね、はい、朝昼晩とお米食べてんだけど、はい、最近ね、はい、上がったんで、はい、夜だけちょっとお米今やめてるんです。前は1ヶ月に約1ヶ月に5キロぐらいずつ買ってたのが、はい、だから1ヶ月半からパリスと、うん、2ヶ月持つかな。食生活に変化も。2000超えてくるとね、ちょっとパスタにしようかなとか。どれぐらいの頻度にパスタはこう変わりました。10日に1回ぐらい、まあ、3食のうち1食はパンとか麺類に切り替えられてもあとダメだな。やっぱお米屋さん回るでしょうね、うん、で私はもう時々玄米も食べるんで、なきゃないで玄米食べればいいかなと思ってたんだけど、はい、やっぱり白米ですね。やっぱり白米は食べたくなる、うん、そもそも
なぜ米が品薄になったのでしょうか。一つは去年、猛暑や渇水の影響で品質が悪化したこと。もう一つは、訪日外国人の増加によって、外食などでの、米の需要がこう増えた。さらに品薄に拍車をかける出来事も。南海トラフが発生後につきましては、販売点数で前年比 1.5 倍以上の販売数が実際起きまして、お米の売り場がカラカラになったってことがありました。南海トラフ巨大地震の注意情報が出たことなどで、米を購入、備蓄する人が増えたとみられます。小売店で品薄。米はどこにある。今朝新米を入荷したスーパーによると、米はちゃんとあるんですかね。米ははい、あると思います。ただ茨城に関しては少し早めに出ましたけど、この後潤沢に順序よく出てくると思いますので、